はい、どうもこんにちは、エスターです。はい、今回なんですけど、結構皆さんね、あの長蛇警戒、結構皆さんイライラしてませんか？結構ね、あのシフトハマると結構イライラしたりするんで、まあ、僕もね すごいその気持ちわかるんですけど、あのシフトをかいくぐるなんかね作戦があった方がいいじゃないですか。で、結構最近ね巷で話題になっているのがミート打ちなんですよね。やっぱミート打ちだと外野の球にいい感じで落っこってくれるっていう話があるんで、ちょっと今回はねミート打ちを利用してちょっとやっていきたいと思います。で、今回ちょっとね、まあ今編集でね横画面になってると思うんですけど、ちょっとね試しでやってみてるんですけど、どうですかね。まあ感想とかどういう感じかっていうのをねコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。ってことでね、早速試合行きましょう。はい、ということで、ね、やっていきたいと思います。ミート打ち。まあね、結構ね、たまに使ったりするんですよね。あ、ダメだこれ。2番。最近ね、2番にギータさん置くのちょっとハマってます。ちょっとね。あ、オッケーオッケーオッケー。これが抜けてくれるんだ。オッケー、ナイス。音がちょっとしょぼかったけど、ナイスバッティング。早いね、やっぱ打球が。全員ラインドライブみたいな感じ。やっば、あーもう最悪だ。おー、ナイス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 な。いやー、強振したいけどな。最近ね打率が結構5割2分ぐらいあるんで、あんまり落としたくないですよね。ホルン、わー、くそ、ちょっと見にくいな。はい、ということで、2回のバッティング行きたいと思うんですけど、ちょっと2点取られちゃったんで、逆転したいですね。何が何でも、押して、お、オッケー！これがね、ミート落ちの真骨頂。今のね、多分、強振だったら仙台に取られちゃうけど、落ちてくっていう、素晴らしい。オッケー！やっぱね、単打が多い。まあ、多分ね、立浪監督が見たらにっこり。うん、立浪監督もにっこりや。はい！ここでライドラ使ったら、ちょっと打球、めっちゃ速くなりそう。おっそ。さあ、ここでケツ穴確定さん。ちょっと。いや、強振してえな、マジで。はい、終わりです。はい、ということでね、ちょっと1点取られちゃったんですけど、まあね、こっから全然逆転できると思うんで、ちょっとね、ミート打ちでやっていきます。いや、でもだいぶね、さっきの試合でコツ掴んだんで、ちょっともうこの試合ね、もう単打を連発していきたいと思います。落ちて。終わり。さあ、ギータ。いやー、強振してー。落ちるこれ。オッケー、いいね。だいぶ感覚つかんだ。なんかね、コツンっていう感じ。マジで、強振して。もうやだ。やりたくないこれ。もうやだ。てか、この菅野投手、バカ強いんだよね。タイピン持ってて。もうやだこれ。この企画考えたの誰？俺。はい、ということで、ね、やっていきたいと思います。めちゃめちゃ削られる。やばいやばいやばい。ミート打ち。ちなみにさっきの試合ね、コールドされました。マジでめっちゃ打たれた。やばかった、マジで。こうやって。いや、燃えって。2番。よし。なんかね、癖でね、あのね、強振にしちゃうんだよな。癖が長身って何？あー、終わった。やばナイスエラー。立浪さん、ぶち切れるぞ、今のみたいな。普通にレギュラー外されるよ、マジで。やばいって。今、めっちゃ怒ってたよ。おー、ナイス。これが落ちるね。オッケー。だいぶ感覚掴んできたかもしれない。ちょっとね、上のあたりで捉えるといい感じに外野の前に落っこってくれる。いいぞ。いや、切れちゃうんかい。いや、でもね、だいぶいい感覚は掴んできた。いや、これホームランとか打てたらおもろいよな。おー、ナイス。おー、ナイス。すげえ単打続くな。これには立浪監督もにっこり。いや、でも単打打つの楽しいな、なんか。パンダプロジェクト。
コンパクトに。おー、しないしないしないし、いいね。あ、でも案外ね、飛ぶもんだね。案外飛ぶし、結構案外打てるな。てか、なんなら打ちやすいまであるよ、これ。まあ、ホームランとか打てないけど、単打打つっていうだけなら、多分、長距離やる、長距離じゃねえや。強振よりこっちの方が打ちやすい。お、いいね、いいね、いいね。慣れてきた、慣れてきた、慣れてきた。感覚掴んじゃってるね、これ。感覚来ちゃってる、これ。半端ねえ。おお、これも超える?え、強くない?普通に、待って。ミート打ちで4点はいかつい、結構いかつい。ミート打ちで4点は結構いかついぞ。おー、ちょっと相手さん若干苗気味になってきたね。まあ、それは確かにミート打ちでこんな打たれたら、苗るわなって。あー、くそ。9番。いや、もう1点欲しい。もう1点取れば、ちょっとね、コールドできるから。おっしゃー。え?強くない?やばくない?これ。マジで。やばくない?マジで。え、めっちゃいいんだけど、普通に。え、これありだね、普通に。使うの。あー、いい。え、これ抜けてくれんの?今若干さ、打球弱いかなとか思ってたけど、それ抜けてくれんのか、でかっ。おー、オッケー、落ち。ないんかい。おい。そこは落ちろ。そこは落ちろ。ということでね、まあもう一試合やりたかったんですけど、ちょっとねこの後用事があるので、ちょっとね今回はここで終わろうと思います。でね、やってみた感想なんですけど、結構うまくできたと思うんですよ。まあ、なので皆さんもね、まあ長距離にハマってたり、ちょっとね調子が悪い時とかは試しにねこれ使ってちょっと沼を抜け出すというか、長距離を回避したりしてみてください。ということでね、今回はここで終わろうと思います。あの Twitter のフォローと TikTok のフォローよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。